おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうもー。はい、今回のテーマはこちら、新日本プロレス川田俊明登場、師匠の前で見せる四天王プロレス。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマは、10.16 長岡大会のですね、TB 王座決定トーナメントを振り返りつつちょっと語っていきたいなと思っておりますので、皆様最後までお付き合いくださいという形でございます。はい、そうなんです。タイトルコールでもお伝えした通り、なんと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 、この大会川田俊明さんが、まあ、選手とあえて呼びましょう。まだ引退してないんでね。川田俊明選手がゲスト解説席に来られて、この大会の後半戦を語っていきますよっていうお話なんですけれども、まずもう第7試合からいきましょう。第7試合、NJPW ワールド認定 TB 王座決定トーナメント1回戦、後藤弘樹 VS ケンタ。はい、この試合でございます。やっぱりね、なんていうんですかね、ゲスト解説に、本当の本当のスペシャルなゲストが来ると、やっぱすごい締まりますよね。そして、今回この長岡大会に関しましては、声出し声援が OK という形で、もう、当日前にして、もう超満員札止めが決定してましたと。今のところ発表によりますと、1545人、札止めという形がついてまして、今のところ新日本プロレス声出し声援 OK の大会に関しては全てもう札止めついてるんじゃないですか。そのぐらいなんかやっぱりすごいですよね。やっぱりなんていうんですかね、プロレスの醍醐味ってのは声出し声援だというところ、やっぱりファンの方々も分かってらっしゃると思うので、やっぱこれだけのね、方々が来場されたのかなっていう気はします。まあ、その中でやっぱり選手たちもすごいやっぱ乗りますよね。まあ、当然声援があろうがなかろうが全力ファイトを見せてくれるっていうのが新日本プロレスのレスラーたちだと思うんですけれども、やっぱり声援があった方がより乗りやすいっていうのはやっぱりそういったものでしょうか。私今回ワールドで観戦させてもらってたんですけども、やっぱりワールドで見る側にとってもやっぱり声援っていうのがボワーっとあればあるほど結構やっぱ盛り上がるものがあるなって改めて思った次第ですね。私も早く声出し声援 OK の大会に一度生でね、観戦したいなっていうのを改めて思った次第であります。はい。で、それ、ちょっと試合の方に、帰っていきますと、今回、後藤選手と健太選手が1回戦で戦いますよという中で、川田さんはね、実はこの健太さん、そして、後藤選手、ともにやっぱ戦ったことがありますよっていう中で、やっぱりね、川田さんクラスのキャリアがある選手だと、今、ね、トップで戦ってる選手、絶対どこかしら絡んでたことがあるっていうね、そういったところになってくると非常に解説にも重みがあるんじゃないかなっていうのを僕は思った次第ですね。そしてやっぱり全日本プロレス、そしてノア参戦時代とかにやっぱ健太選手との交流もあるっていう中で、健太さんが今回私の目には一度も解説席にいる川田さんを意識した動きっていうのはなかったんじゃないかなと。大体ね、健太さんって全方面いろんな選手たちに絡みに行くじゃないですか。でも試合中、試合前、試合後、そういった素振りが一切なかったっていうのは結構珍しいこととも言えるし、目の前の後藤弘樹選手に対しての集中力、そういったものがすごく現れてたんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。で、やっぱりこの何度も言いますけど、この TB 王座に関してはもうこのトーナメントの時から15分一本勝負と。いう形で決まってますので、まあ、お互いいきなり の大技の展開とか、後藤選手は牛殺しを決めに行って、それに対して健太選手は場外カウント勝ちを狙っていくみたいな、そういった形でね、やっぱ短期決戦を狙っていく健太選手っていう図式が結構現れてましたね。レフェリーに対してカウントが遅いっていうようなことを、序盤から中盤にかけてもガンガン言ってましたしっていうところで。で、まあ、新日本プロレスある程度長くご覧になられている皆様に関しては、この健太選手と後藤選手のマッチアップ、対戦って結構目にしていますよねと。まあ、ネバーを巡る対戦から始まりっていうところもあったりとかで、やっぱりこの二人っていうのはもう新日本プロレスの今のヘビー級の、トップ級の選手でありますので、なかなかね、戦い方によっては、15分で決着がつく相手ではないと思うんですよ。
じゃあどういう風にして戦っていくのかっていうこの2人なり の, あの考えっていうのがやっぱり見えるのが非常に面白かったなっていうのを思ってますね。健太選手に関していくとやっぱり効率よくダメージを与えていこうっていうところでレフェリーのブラインドをついていって椅子を狂気攻撃を持ち出してっていうものがあったりとか、ただそこに対して椅子で実は大ダメージを食らったのは健太選手の方で、椅子ごとラリアットでぶっ飛ばされた衝撃で健太選手がまさか流血してしまうっていうようなことになってしまったっていうのが一つすごい意趣返しだなと思って、見てた形でしたね。いつもだったら健太選手が流血させる側なんですけど、それ自分がさせられてしまったっていうのがね非常に面白いなと思ってて、相当ひどい深い傷だったと思うんですけどね。でただ今回この勝負勝ったのは健太選手なんですよね。ゴートゥースリープを最後決めた得意のコーナー剥き出しの鉄柱に金具にぶつけてからのゴートゥースリープっていう必殺連携って言っていいんですかね。それを繰り出して、なんと試合タイム9分32秒。まさか10分足らずで後藤博樹選手を真正面からぶち破ったっていうのは一つの答えだなと思いました。これ解説の方もおっしゃってたんですけど、のらりくらりをしない健太選手の魅力っていうところが今回この TV 王座で見ることができるなと思ってて、だから真っ向勝負、当然ラフファイトも含めた上での真っ向勝負っていう健太選手の新たな一面っていうのが今回この TV 王座っていう戦いでは見えてくるんじゃないかなっていうのを思った次第であります。はい、というわけで健太選手がトーナメント2回戦進出を決めました。はい、そして本日の名イベント第8試合、TB 王座決定トーナメント1回戦真田 VS 太一、この試合でございます。やっぱり川田選手が、ゲスト解説に来られて来場されて一番注目をされるのはきっとこの試合なんだろうなって皆様思ったと思います。私もちょっとツイッターの方でですねちょっとつぶやかさせてもらったんですけども、これは太一さん下手なものは見せられないぞっていうふうに僕はね思った次第だったんですけども、まあ、皆さんご存知の通り、太一さんの師匠が川田俊明さんという形で、やっぱりその師匠の技とかやっぱり全日本プロレス愛っていうところで一人、まあ、ミラノコレクションさん曰く一人全日本プロレス一人四天王プロレスっていう形で太一さんのファイトのことをよく表現されたりすると思うんですけど、それをまさにその四天王プロレスを作っていた側の、選手の前で、まあ、それこそ師匠の前でその太一さんの四天王プロレスを見せる日が来るなんて誰が思ったでしょうかっていうところなんですよね。きっと川田さん弟子思いなところきっとねある、後輩思いなところ絶対あると思うんで、太一さんのファイトを絶対どこかで見てるだろうなとは思いつつ、やっぱりねワールド越しに見るのか人から伝え聞いて知るのか、やっぱり自分自身の目で見て弟子がどれだけかつての弟子が付け人がどれだけ成長したのかっていうのを見れる最高の機会になったんじゃないかなっていうのを僕は思います。本当に解説席でも川田さんが太一さんを腐すような発言っていうのは本当になかったなと思ってて、ね、やっぱり解説の時もおっしゃってましたけども、やっぱり出来の悪い弟子ほど可愛がるもんだっていうようなことね川田さんおっしゃってたと思うんですけど、やっぱりね出来がいい、付け人っていう、よりもやっぱりちょっとねちょっと抜けてる人の方がやっぱ愛されるっていうね、やっぱそういったものも太一さんの中にはあったんだろうな、川田選手と太一さんの中にはあったんだろうなと思ってて、やっぱりそういう、めちゃくちゃ師匠から厳しいながらも愛されてたものがあるからこそ太一さんも川田選手のファイトっていうのを盗んで自分自身のもの、最初の方はそれこそ太一さんが川田選手の技とかをやっぱり模倣してる時とかっていうのはんっていうハテナがね誰もの頭にあったと思うんですけど、今となってはその川田選手の動きっていうのを体現できる唯一のレスラーだと僕は思うんですよね、太一さんのことを。やっぱりそれをしっかり師匠の眼前に見せることができたっていう時点で今日太一選手はもう十分勝利したっていう僕は思ってます。
本当にね最高の戦いぶりを僕は師匠の前で見せてくれたんじゃないかなっていうふうに、僕は思いましたね。まあそれこそ具体的な技っていうところでいくと、あの三冠パワーボムであるとか、ステップキックね、そしてジャンピングハイ、喉落とし、これはあの田上選手の、当時のタッグパートナーである田上選手のねダイナミック T の技、喉輪落としであるとか、あとはデンジャラスバックドロップであるとかっていうのが、そして真田選手もやっぱり元々は全日本プロレス出身っていうところも含めて、まあ、直接的なあの交流はないにせよ、タイガースープレックス投げっぱなしのねタイガースープレックスかローリングエルボーしかり、この2人にしか紡げない2人だけの全日本プロレス、2人だけの四天王プロレスっていうのをしっかりと川田さんの前で見せてくれて、川田さんもきっとねあの心の中で、この2人がいればあの四天王プロレスっていうのも捨てたもんじゃないな、やってきてよかったなっていうのと、そう思えた部分があるんじゃないかなって僕は信じてます。はい、そのぐらい本当に見せるべき人の前で最高のものを見せてくれたなっていうふうに僕は本当に思った次第でありますっていうところですね。そしてこの試合に関してはなんと14分57秒、もう15分一本勝負の中でラスト3秒で勝ったのは真田選手なんですよね。真田選手は最後見事丸め込んで勝利という形になりました。もうここに関してはもうどちらが勝った負けたっていう勝敗大事ですよ。もうねあの初代チャンピオンがかかってるので大事だと思うんですけれども、やっぱりここはねあの2人とも本当によくある言葉かもしれないですけど、敗者はいないメインイベントだったなって僕は本当に思ってます。はい、っていうところで今日勝った真田選手がトーナメント2回戦へ進出という形になります。そして試合後まさかまさか太一さんとあの川田選手のちょっとした絡みがあるんですけど、それはちょっと僕また別の動画で語っていきたいなと思ってますので、ぜひそちらでね楽しみにしていただければと思っております。というわけで今回この動画のテーマは 10.16 の、公式戦2試合について語っていました。ぜひ皆様のご意見ご感想も聞かせてください。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見ご感想をこの YouTube のコメント欄、 Twitter のコメント欄、 DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマについても随時募集させていただいておりますので、この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてどう思いますかみたいなことを投げていただければ、ちょっとお時間いただくかもですけども形にしてお届けしたいと思っておりますので、皆様こちらもよろしくお願いします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらをポチポチと押していただきまして、これからもこの動画を楽しみにしていただければと思っております。はい、というわけでお届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。皆さんこれからもよろしくお願いいたします。バイバイ。